様々な種類のメスカルメスカルは、流舌卵を主原料とするメキシコ特産上流種の総称。特定の流舌卵品種から法定産地で製造されるテキーラは世界的に有名である。メスカルとは、ナワトル語の流舌卵を意味するメトルと、料理したを意味するイスカリを合成した語で、料理された流舌卵という意味である。酒を指して、メスカルと呼ぶ場合が多いが、 流絶卵を食材として料理したものもメスカルと呼ぶことがあり注意が必要である。流絶卵にはメキシコ国内だけでも150とも200以上灯される品種があり全て利用できるわけではないが品種や製法によってそれぞれ違った味わいの酒が製造されている。ただしメキシコ公式規格によってメスカルの名称でその蒸留酒を販売及び流通させるためには 指定された品種を主原料とすることが義務付けられ、次の5品種が栽培されている。また、副原料としては、他品種より、むしろ砂糖が用いられている。数社の公認企業以外に、地域によっては、他品種を主原料とする、自家酒造や密造酒が普及し、レチギーやレッチッーケアやライシーやレイシラなど、品種名が酒の名になっている。成長した流絶卵の基部を採取し、 穴の中で焼け石を使って、蒸し焼きにし、香りをつける。二日後に掘り出し、木の容器に入れて叩きつぶし発酵槽に草状に詰めて、水をかけ、砂糖やスターターを入れ発酵を促す。発酵は4日から7日くらいで終わる。それを蒸留機で蒸留し、水で度数を調整する。4から5年寝かせると良質なメスカルとなるが、寝かせることもなく、飲まれることも多い。16世紀、 スペイン人が現地で引用する酒を確保する必要から現地で調達できる材料を使った蒸留酒の製造を始めた。当時すでに主要穀物であり、現在ウイスキーの原料とされるトウモロコシはデンプンの投下が必要で利用できなかった。メスカル作りに使われる蒸留技術はヨーロッパ系以外に16世紀にフィリピンから伝わった東洋系の技術があり、 ヤシ種,種との共通点も多い。安く作れるメスカルは広く飲まれるようになり、17世紀には重要な税源となった。近年、メキシコでの上流種生産は70%がラム種となっており、伝統的なメスカルはテキーラを含めても16%と押され気味である。メスカルには誤った通説がいくつかある。メキシコの珍味グサーの一部の製品では、瓶の中に チリや、イモムシ、サソリの抜け殻などを入れることによって、販売促進への話題作りとして、工夫を凝らしている。特にイモムシを入れた商品は日本でも有名だが、もともと、メキシコでは、昆虫食が盛んで、粉状にひいたグサーノと唐辛子を混ぜた塩が、ライムと共に魚として用いられている。最も生のグサーノを入れるのは、本来アルコール度数を証明するため行われていた。 もので、不当な加水が横行した時代の名残とも言える。このようにメスカルは、高級種イメージで、ブランド化したテキーラに比べ、安酒のイメージが強かったが、現在では醸造者たちの製造過程の工夫や、近代機器の導入により、テキーラと違った風味を生かしながら、品質的に肩を並べる銘柄も増えている。また、製造工程が、従来の馬力を使ったものから、 ソーラー発電を利用したものまで様々なメスカルが流通し始め、生産コストの面からテキーラより高額なメスカルが生まれている。吉田1999、ピアニッシも195から196、吉田1999、ピアニッシも208から209、本国から持ち込んだ種類が底をつき始めたことと、彼らに、 アルコール飲料と共に食事をする習慣があったからで、ある。吉田 1999, ピアニッシも200から207、吉田 1999, ピアニッシも209から217、吉田 1999,P217, 吉田 1999, ピアニッシも189から 190, 虫を食べる話、第9回。 虫飴とアメリカの食中事情アーカイブド2011年11月8日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、農林水産技術情報協会。ありがとうございます。